の愛知です。今回は2年生からの質問、まあ、相談なんですけど、2年生、中2、高2のね、みんなは、先輩が今受験期真っただ中なので、まあ、ちょっと受験っていうのを感じるじゃないですか。まあ、中学2年生にしてもね。でそうすると、あ、ちょっと受験勉強を意識しなきゃいけないのかなっていうのを思い始めていて、それで、まず何をやったらいいのかわからないっていう相談を最近メールでちょこちょこいただくんですね。なので今回は2年生だけじゃなくてもいいんですけど、受験勉強を始めるとき、まず何からやったらいいのかというところにね、話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきましょう。でまずはじゃあ高校2年生からいきましょうか。で高校2年生、まあ、大学受験とか、まあ、専門学校とかあると思うんですけど、これはもう進学を希望する先だよね。もうだから志望校によって科目が変わってくるので、まずその志望校を定めるっていうところが先ですよね。でその志望校を定めて、もちろん1個でもなくて何個も受けると思うから、でそのじゃあ大学とかは専門わからないけど、そこを受けるために必要な科目が何なのかっていうところをまずはっきりさせます。はっきりさせる。で、そのはっきりさせた上でそこをまず勉強していくと。で、その科目的なところ、どの科目を先にやったらいいのかっていう部分にはなるんですが、大学試験の場合はね、自分はこれを先にっていうのはあんまりはっきり思ってなくって、強いて言うんだったら英語。英語は時間がかかる、伸ばすのに。って思ってるのね。そう、だから、まあ、単語とかね、その辺もそうですけど、やっぱり、なんだろう、基礎の部分を固めなきゃいけないものが多すぎるので、そこはまず始めた方がいいのかなと思います。で、あとね、この質問もあって、定期テストでさ、受験科目に入ってない定期テストがあるじゃないですか。普段学校の授業は受けてるんだけど、受験で使わねえじゃんって。で、通知表も受験で使わないしって、これ勉強しなくていいんですかねっていう質問もあるんですけど、これはね、めちゃくちゃ微妙なとこで、自分は、捨てられないんですよ。定期テスト、確かに受験で入んないって分かってても、なんかね、その部分を、の時間をさ、なくして他の受験科目に当てたら有効なんだろうなと思うんだけど、なんかね、そのサボってるっていうか、手を抜いた自分に負い目を感じちゃうタイプなのね。これ、はっきりと割り切れる子だったら多分大丈夫だと思うんだよ。そう、捨てちゃって、赤点ダメだよ。赤点ダメだけど、赤点取らない程度だったらいいのかなとは思いますが、気にするんだったら普通にやってごらんって思っちゃう。もちろんテストでね、定期テストで使わない科目を90点取んなきゃダメだよみたいな、そんなめっちゃ頑張ってねってそこまでは言わないんだけど、ある程度頑張るっていうぐらいだったら、自分はそれをやったから受験勉強が足んなくなったっていうことはないと思ってるので、そこは大丈夫かなと思います。では次に中学生行きましょう。で、中学生は、私立規模の場合は、国数 A の3科目になることもね、あると思うんですが、まあ基本的に5科目ね、しっかりやっていきましょう。で、優先する科目を出すとしたら、まあ数学と英語かなと思います。まあ高校生と同じで、英語はやっぱり時間がかかるので、あと数学も早いうちにやっておいた方がいいかなと思います。理科社会っていうのは、まあもちろん暗記科目なので結構短期間でも伸ばしやすかったりするのと、理科って単元が分かれてて、まあ社会もね、社会は何時代とかさ、地理でも分かれるし、で、理科に関しても植物の話とか電気の話って分かれるでしょ。例えば、電気がすごく苦手でも植物を取ることはできますよね。単元が全然違うからさ。でも数学っていうのはピラミッドの科目なので、中1の計算方法が分かんなかったら中2中3無理でしょ。もちろん基礎的なところにもなるけどね。もちろん関数ができない、1次関数ができなくても2次方程式はできますけど、でも2次関数できないからね。そうするとね、そうなので復習するものが前になっていってしまう、苦手な子にとっては。だから早めに始めた方がいいです、数学と英語に関してはね。で、まあ科目で言うとその部分にはなるんですけど、これは、中学生も高校生も共通することなんですが、3年生に、まあ、上がる前だったり、まあ、3年生上がってすぐ、まあ、受験勉強を始めようかなと思った時でもいいんですけど、まず真っ先にやらなきゃいけないことがある。何かっていうと、これ勉強の習慣をつけるっていう。もうね、これが最初にできてるかできてないかってめちゃくちゃ違うのね。習慣をつけるの。つまり、
1日何分、これね、短くても構わないから、30分とか全然いいので、1日絶対勉強する時間を作るっていう、勉強する習慣をつけるっていうのを、まずチャレンジしてごらん。そこは内容云々じゃなくていいの。受験勉強のためだけじゃなくてよくて、普通に定期テストの勉強でも構わないから、一日のさ復習とかでもいいので、毎日勉強する、休まない。そこで人間っていうのは習慣がつくためには基本的に最低3週間必要って言われます。これはなんか本に書いてあったんだけど、3週間、21日ね、3週間それを徹底してやったら、やらないと気持ち悪くなってくる、ちょっとサボってしまうと。だからそこまで持っていけるように、まず科目うんぬんっていうのはもちろん大事なんだけど、高校生も中学生にしても勉強の習慣をつけるっていうところ、そこを意識して、まずそこをつけてからスタートなんだと思ってやってもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。